ドジャース、大谷翔平投手とオリックスからメジャー移籍を目指す山本由伸投手は、来年ロサンゼルスの地で共闘するのか。USA プデイシの敏腕記者、ボブナイチンゲール記者は、ドジャースと契約すれば、翔平のチームとしてプレーすることになる。山本は人の支配を受けない。ヤンキースと契約すると思う、と首を横に振った。山本は注目を浴びることが好きだと思うし、スター性もあるからニューヨークに行くと思う。ニューヨークは世界で一番の市場だし、日本人のスター選手もヤンキースで活躍をしたから、彼も同じ活躍を望んでいると思った、と語った。そんな中ドジャースは、先発ローテーションは手薄な状況で、山本や DeNA から移籍を目指す今永翔太投手ら、先発投手の補強を目指している。山本が決断を下す X デーは確実に近づいてきている。日本人は各球団にばらけた方が面白いよな。どのチームに行っても楽しみや。仮にドジャースでなかったとしたら、大谷やフリーマンに誘われても自分の意思に従ったということになるな。ニューヨークは心まで寒くなる厳しい環境やから、どうなるんかなって心配になるわ。ヤンキースはコールがいる限り6ローテーションはない気がするわ。厳しい環境でいくらお金を積まれても体力や肘への負担とかの、投手生命や精神的な負担を考えいくべきではないと思う。由伸はスーパースターになりたいとかそういうタイプじゃないと思うけど。由伸は外野に惑わされず自分の思うように進んだらいいよ。投手力と打撃力のバランスが悪いと思うから、正直今のヤンキースは厳しいよな。もしヤンキース行くならコールの金額を超えたらまずいんじゃないの？ヤンキースと契約すると思う。注目を浴びることが好きだと思うし。ドジャースに行けば、大谷とアドバイスし合って相乗効果が期待できそうやけどな。本人が行きたい球団に入団が決まってほしい。個人的にはドジャースで見たい気はするけど、本人の納得する形で決まれば一番いいわな。